怖い状態と、はい、そこからどういうふうにカットしていったかっていうのを教えてください。まずビフォアの状態は、肩下の長さの、伸びたボブ、あまり段も入ってない、切りっぱなしのボブというような感じでした。でそこから、今回切ったのは、少し前下がりに切り直して、襟足から少し長めの顎下のボブに、長さを前下がりで切って、で今回は切りっぱなしじゃなくてちょっと毛先のそういう浮遊感とか春っぽい動きをつけるために髪のそのフォルムの表面に丸くなるようなレイヤーを入れて、段を入れています。はい、で顔周りも同様にこの前下がりで切ったここのコーナーはなくさないようにしながらここの顔周りに動きがつくようにレイヤーを同じく入れて、切ることによって、髪をこう前にフォワードに持ってきた時にこういう動きが顔周りに出やすいように切ってます。